燃え袖感だからもうどんどん着ていきたいなと思います。いいですね、めちゃめちゃ可愛いです。全部が好きです。ルナです。始まりました。で今回は全員のファッションチェックをしていきたいと思います。はい、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは動画スタートです。はい、ではまずは小田さん、アミカさん、オトファさんの3人のファッションチェックからしていきたいと思います。まずはですね、夏頃からトレンドであるタイダイ柄、タイダイジャケットに目が行くように中はホワイトのパーカーを合わせています。ピボットドアのタイダイジャケットは派手すぎない柄になっているのでタイダイ柄初心者にとっても挑戦しやすいアイテムになっています。はい、なんかお気に入りのポイントとかありますか？そうですね、僕基本的に普段結構ダボってする服をよく着てて、今回もタイダイ柄っていうめちゃくちゃ可愛くないじゃん。めっちゃ可愛いです。これ本当に流行ってる。すごい。そうなんですよ、夏ぐらいから流行ってて、でこれ結構もうめちゃめちゃ似合ってますね。普段からめちゃくちゃ着てます。はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ次アミカさんのポイントいきたいと思います、はい、ミニのボトムスにあえてオーバーサイズのジャケットを合わせてかっこかわいい感じのスタイリングに仕上げました。はい、が着てます。なんかお気に入りのポイントありますか？普段からこんな感じでベージュっぽい服を着ることが多くて、けどちょっとこのミニスカートとかで中学生感を残しつつ、なんかイヤリングで大人っぽくしてもらえて、すごくなんかおしゃれにしてもらえて嬉しかったです。ありがとう。ゼブラ柄も今すごい流行ってますから。そうですよね、なんか全体的にトレンドを詰め込んでるポイントになっていて、すごい可愛いと思います。次にオトマさんのコーディネートです。チェックのボトムスでカジュアルダウンさせつつ、ライダースジャケットでかっこいいスタイリングに仕上げましたとのことです。なんかお気に入りのポイントありますか？そうですね、本当にあのこのボトムスはめちゃくちゃこのピンクとか紫が入ってて可愛いんですが、ここにこれが合わさるっていうか、珍しさと、あと結構ジャケットの方もオーバーサイズ、このなんか燃え袖感みたいなすごいバランスがね取れてますよね。カジュアルとかっこいい感じの組み合わせで、すごいちょうどいいバランスのコーディネートになっていて、すごいかっこいいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次のお三方にチェンジします。はい、はい、次に3人のコーディネートを紹介していきます。太郎哲夫さん、若子さん、あまり塚の3人です。はい、お願いします。はい、じゃあまずは太郎哲夫さんからいきたいと思います。はいはいはい、サイズのセットアップを使用しており、あえて中をボアのトップスにしていることでフォーマルすぎないスタイリングにしていますとのことです。どうですか？いやもうすごい可愛いなと思ってて、なんかセットアップってなんか記念日とかデートの時とか、確かにそういう時にしかイメージですね。そんなイメージなんですけど、これはいい意味で決まりすぎないんで、まあ、普段から着れるなっていうのが、確かにいいですね。なんか意外な組み合わせですよね、ボアとセットアップっていうのが。ですよね、ちょっとこれからもどんどん着ていきたいなと思います。いいですね、めちゃめちゃかっこいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次に若葉さんのコーディネートです。はい、トップスとボトムスは色柄で合わせています。アウターとシューズを黒でまとめることで子供っぽすぎないスタイリングになります。はい、ということでしたが、なんかお気に入りのポイントとかありますか？そうですね、このアウターとシューズの色を統一してるのがいいかなと思って、
ナメルの感じがめっちゃ可愛いですね。なんかここに黒を入れることで全体的にすごい締まってるコーディネートに見えますよね。統一感が出て可愛い男らしい。すごい似合ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ次にアマリズさんのコーデです。流行りのボアジャケットをメインにした冬のホワイトコーデとなります。ジャケットは素材切り替えや色の切り替えが特徴で、ほっこりしすぎないボアジャケットとなっております。はい、めちゃめちゃ可愛いです、ね、めちゃめちゃ可愛いです。なんかお気に入りのポイントありますか？なんていうんですか、僕あのメンバー柄の緑がすごい好きで、もう入ってるポイントが多ければこう全体的にこう冬を感じさせるような真っ白な色があって、僕結構ガタイがごっついんですけど、こうやって着てみたらちょっとスリムでかっこよく見えるところがめちゃめちゃ似合ってます。僕がお気に入りですかね。ありがとうございます。さっきアウター欲しいって言ってましたよね。最高です。めちゃめちゃ似合ってると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次に2人とチェンジしたいと思います。チェンジ。はい、次に MC さんと永遠のアリスさんです。お願いします。じゃあまずは MC さんからいきたいと思います。はい、アシメントリーなブラウスは存在感があり、1枚でも様になるアイテムです。秋冬は中にハイネックのトップスを合わせることで、こなれ感のあるスタイリングになります。はい、ということです。なんかお気に入りのポイントとかありますか？普段から私個性的な服を結構着るんですけど、このシャツのデザインがすごい珍しくて可愛いなと思って、あとこのズボンにスリットが入ってまして、ここがねお気に入りです。はい、なんかセクシーな感じになりますね。はい、上はガーリーな感じだけど、こっちでセクシー感もあり、そうですね、めちゃめちゃ綺麗に見えますね。はい、しかも中もハイネックであったかそうです。そうですね、秋冬にも着れるような、ここも出てるんですね。そのデザインになってます。大人っぽいですね。はい、じゃあ次に永遠のアリスさんのコーディネートです。はい、全体を黒でまとめたスタイリングです。ジャケットの背面がレースアップになっているところが特にポイントです。めっちゃ可愛いです。めちゃめちゃ可愛いですね。前から見たらすごいカジュアルでシンプルなんですけど、後ろ向いただけでねちょっと可愛さ出ていいし、ブーツもブーツだ、編み上げ今流行りのブーツですね。めっちゃ可愛いんで全部が好きです。特にお気に入りのところとかありますか？特にそうですね、もうこのジャケットがもうやっぱり後ろのレースがすごい後ろ姿大事ですね。大事ですね。ありがとうございます。今回はスパイラルガールさんの衣装を着させていただいています。全体的にすごい秋冬っぽくてカジュアルで可愛い衣装になっています。はい、今回はこんな感じで48の皆さんの街をチェックをしてみました。イエーイ。自信だと思ってたみたいな。ありがとうございます。はい、今回の動画を見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。お願いします。